白上山地。白上山地は、青森県の南西部から、秋田県北西部にかけて広がっている標高1000メートル級の山地、山岳地帯のことを言う。白上山地は、薬島と並んで1993年、平成5年12月、日本で初めてのユネスコ世界遺産、自然遺産に登録された。そこには、人の影響をほとんど受けていない原世的な、 ブナ天然林が世界最大級の規模で分布、世界遺産登録理由している。白神山地の名称は昭和29年発行国土地理院地製図で使われている。また、世界遺産登録以前には広西山地、高生山地とも呼ばれていた。全体の面積は13万ヘクタールでそのうち、約1万7000ヘクタール、169.7キロメートル、 が、ユネスコの世界遺産、自然遺産に登録されている。青森県側の面積はそのうち74%の1 2 6 3トルを占め、残る、43. 4 3 4トルは秋田県北西部にあたる。なお、白神山地は、法隆寺地域の仏教建造物、姫路城、薬島と共に、1993年、日本で最初に世界遺産に登録された。 白神山地は世界遺産登録地域の外側にも広大な山林を持ち、通常は登録地域外も含めて呼ばれることが多い。その中でも特に林道などの整備が全く行われていなかった中心地域が世界遺に登録されている。世界遺産地域は中央部の革新地域と周辺の干渉地域に分かれ、これらの地域は 世界遺産登録時より開発を行わず、現状のまま保護されることになっている。したがって、これらの地域には遺産登録以前からあった、登山道以外には道はなく、今後も、高級的に整備されない予定である。特に革新地域には、道らしい道はない。また、青森県側の革新地域に入るには、事前、あるいは当日までに、 森林管理所長に報告をする必要がある。秋田県側の革新地区は原則的に入山禁止である。革新地区は林道すらないので、そこを踏破するには極めて高度な技術を必要とする。世界遺産に登録されてから革新地区での遭難事故もあり、死亡者も出ている。世界遺産登録地域は登録前後に近緑区に指定されている。漁を行うには、 漁業共同組合と森林管理所長の許可が必要である。なお、漁業組合はここを通年禁漁としている。だが、自然の資源を必要なだけ利用してきたマタギによる修料も禁止されたことから、禁漁によりマタギ文化が消失するという批判も存在する。自然保護のために革新地域への立ち入りを全面的に禁止すべきか、どうか、あるいはまた、 かつてのまたぎなどのように、そこで生活の糧を得ていた人たちまで規制する必要があるのかどうか、議論は噛み合っていない。位置は、青森県西津軽郡安治ヶ沢町、深浦町、中津軽郡西目屋村、秋田県山本郡藤里町で、標高300メートルの1243メートルの向か白神岳に及ぶ山岳地帯である。N40 度2232、 E140 22ブナ、ブナの木は従来、椎茸栽培以外にはあまり役に立たない木であった、ために伐採を免れたと言えるであろう。ブナは、たくさんの小さな実をつけるために、果樹と同様に寿命が短く、寿命は200年ほどであると言われている。自然に放置して倒れたブナは、他の樹木や、生物の生存に欠かせない栄養分を供給する。 白神山地のブナの原生林は、樹齢の若いもの、大木、老木、倒壊し、朽ちたものまで、あらゆる世代が見られる。もちろんブナだけでなく、カツラ、ハリギリ、アサダなどの大木も見られる。白神山地は、名勝地のような美しい鉱山植物や雄大な景色を眺められる場所は、あまり多くはない。眺望が良い場所や高山植物が咲いている場所に行くためには、 それなりに苦労をしなければならない。世界遺産の登録は観光地であるからではなく、このような順位の影響をほとんど受けていない、原生的地区が広大に広がっている場所が、世界的に珍しい田である。白上山地の中で特に眺望が良い場所は、白上山地に詳しい登山家の根深誠は、順番に天狗岳、小岳に積もり、白上岳を挙げている。 白神山地は現在でも少しずつ隆起している地形で地盤が弱く崖崩れが多発している。そのため林道を作っても崖崩れのために普通になってしまう場所が多い。また、冬季間は半年も雪に覆われる。そのため大規模な林道建設を行うことが難しく、結果的に原生林が残されることになった。白神山地世界遺産登録地域には 無許可で登山が可能でしっかりとした登山道があり、核新地域付近に入ることが可能な山は、白上岳、大峰竹、市、太陽峰、天狗竹、高倉森、串石山、小岳、真瀬岳市、三つ森などがある。また、遺産地区からは、外れるが、白上山地の中にある登山可能な山としては、藤里駒ヶ岳や田代岳市、クエ山などがある。 三つの滝からなる安門滝、青森県中津軽郡西明谷村は駐車場やバス停から片道一時間、第三の滝のみならば片道三十分で行け、また世界遺産鑑賞地域内にあるため観光地として人気がある。滝までの山道の脇には蒸気のようなブナの原生林があり観察のための道も整備されている。ただし滝の直前で川べりを歩く、 仮設の遊歩道は現在通行止めとなってお一定の条件のもと、とかなどを経て滝まで行くことが可能となった。あらかじめ確認が必要である。だ台自然観察教育林は、樹齢400年とも言われる巨大なブナをシンボルとした保護林。以前は風景林であったが、1992年に自然観察教育林として指定された。詳細は、だ台を参照。 世界遺産鑑賞地域内にある山。国道101号から、マセリン道、青秋林道を通った終点にあるにつもり、登山道入り口、標高約920メートル、駐車場、公衆トイレありから約5分で、世界遺産地域に入れるため、観光地として人気がある。登山道を約1時間弱歩くと、標高1086メートルのにつもり山頂に着く。頂上からは、 世界遺産登録地域が一望できる。詳細は積もりを参照。白神ラインは白神山地北部を横断する林道である。林道で大部分が砂利道なのだが、白神山地のネームバリューから林道に関かかわらず多くの車両が通行している。津軽峠から高倉森を通る登山道も優れている。この津軽峠までは広崎市からのバスが通っている。なお、 津軽峠付近には樹齢400年とも言われる巨木、マザーツリーがあったが、2018年9月6日に幹が折れているのが確認され、台風21号による影響とみられている。鶴瓶落とし峠は、青森県西目谷村と秋田県藤里町の境に、ある峠。紅葉寺には、天然秋田杉の緑との紅葉との対比が美しい。青森県道。 秋田県道317号西目谷二つ井線は、秋田県側は完全に舗装されている。青森県側は、鶴部落とし峠から5キロメートル程度が舗装道となっており、オップ岳の登録の谷を抜けて、オップ鉱山を経て、宮間湖に出る。JR 白神岳登山口駅から白神岳山頂まで徒歩約5時間30分。標高1 2 3 1 9ル。 登山口のバス停及び駐車場から約4時間30分。山頂では白上山近く新地域の雄大な景色を見ることができる。山頂にはトイレと避難小屋があるが世界遺産登録以降登山客が増えオーバーユースが懸念される。JR は地賀沢駅から車で30分。駐車場あり30台。半生時代から他の水源を確保するための 田山として300人以上地元の人の手により守られてきた。およそ52ヘクタールのエリアは人の手がほとんど加えられておらず、樹齢200年を超えるブナも見受けられ、白神山地革新武道用の森林景観を保っている。全長2 8トルの遊歩道があり、外回り2 2トル、内回り1 1トルのコースが選べる。コース上には、 熊ゲラの開けた穴や熊の爪痕のあるブナがある。外回り、内回りとも聴診器が置かれており、樹木の音を聞くことができる。2014年4月より名称をミニ白紙から白紙の森遊ぶ山道に変更。白神山地の麓、秋田県山本郡八森町で2001年より行われている野外コンサート。雄大な自然を称える詩を。 毎年全国から一般公募している。NHK のみんなの歌でコキアが歌う、悠久の森という曲は、第1回白紙フェスティバルでの対象作品に曲を付けた、悠久の森、マイホームタウンである。合計で4000種の生き物が生息している。地質調査の結果、約8000年前にはすでに胸林が形成されていたことが分かっており、約1万年前に、 最終氷河期が終わるとすぐに、ブナ林が形成されたと考えられる。その後、全く工作されずに、産地のままであった。これはブナに、使い道がなかったことが大きく作用している。歴史上、白神産地が、初めて記述に現れるのは、1783年から1829年に、かけて書かれた、博物学者、菅江澄の日記。 菅井雅美遊覧記である。菅井は、津軽藩、現在の青森県の西半分の範囲の下で5年間、薬草指南を務めた。この前後から、白上白髪が、竹との表記で、白上山地への記述が現れる。津軽藩を去った後は、佐竹藩、現在の秋田県の大部分に召し抱えられ、こちら側からも白上山地入りした。官報によれば、この時代、 ここで伐採したブナを川に流し、出荷していた木こりがいたことが分かっている。この時代にすでにマタギがここで漁を行っていたと考えられるが、いつ頃からいたのかについては、はっきりしない。1970年代になると、ブナは、楽器の材料などとして活用されるようになり、白上山地も伐採計画が持ち上がった。青森、秋田両県での青秋林道建設反対運動は、 ほぼ時を同じくして起こっている。しかしながら、両者の間で交流はほとんどなかった。そして、秋田県側の工事がストップした後、赤石川流域、味ヶ沢町の住民に呼びかけ、大量の意義、検証を集めた運動。最終的には、全国で一万三千余筆。その結果、北村、青森県知事の、青秋林道建設の見直し発言を得た過程で、活動したのは、 すべて、青森県側の人たちであった。なお、あじが町の住民の多くが、異議意見書に署名した理由は、秋田県が、青森県あじが町の赤石川源流部に、入り込んで、林道工事をする、費用は、秋田県側で、負担という理不尽さにあった。地元の舟林などを、隣の県に持って行ってしまわれることへの怒り、また源流部での伐採による土砂の流出などによって、 赤石川さらには、日本海の豊かさが失われてしまうという不安感があった。1992年7月10日、自然環境保全法に基づく、自然環境保全地域に指定された。1993年12月9日、ユネスコ世界遺産、自然遺産登録。2004年3月31日、白上山地全域が国指定白上山地。 超重保護区、大規模生息地に指定される、面積32,218ヘクタール、内特別保護地区947ヘクタール。これにより、この地区のまたぎの伝統が失われることとなった。2007年9月白神岳の登山道沿いで、白神山地の巡視員が、ブナなど115本に巻きついていた、鶴ヶ地イや岩絡みが根元近くで切断されて、いるのを見つけた。 夏以降、刃物で切られたと見られ、直径10センチ程度で、樹齢100年近い鶴も被害に遭った。また、ブナの幹には切断した時についたらしい傷も確認された。このため、登山口には鶴を切らないように注意を呼びかける看板が設置された。2008年9月上旬環境省西目屋自然、保護官事務所委託巡視員がブナ約20本に、カタカナや、 数字などが刻まれているのを発見した。人の胸の高さに、なたのような刃物で、お、よなどのカタカナ、883、740といった数字が刻まれ、直径は10から20センチ。中には、表皮が1センチ以上えぐられ、幹に達している傷もあった。その後、10月に、林野町などの現地調査で、干渉地域でブナなど、合計60本の木に、 傷があるのが発見された。被害期は迷いそうな場所で多く、何らかのルートを示そうとした可能性が高いと推測される。2008年10月13日には、林野町東北森林管理局が、青森県側の遺産地域内で枝などが切断された樹木5本を発見したと発表した。2010年10月26日、 藤里町の竹大自然観察教育林の400年ブナ、の幹と一体化して自生してきた鶴一軒アジサイの鶴2本が刃物で切断されていたことが分かった。樹齢400年以上の400年ブナは白神のシンボルとも呼ばれ、白神山地の秋田県側の象徴的存在である。一体を監視する東北森林管理局藤里森林センターは、 人工林の鶴記事と同様、鶴を切って400年分なお楽にしようとしたのかも知れないが、観察林の意義を理解していない重大なマナー違反。監視を強めたいとしている。2013年白上山地世界遺産登録20周年各種イベントが企画された。2013年8月集中豪雨のため、青森県道、秋田県道317号西目谷二つ井線が、 土砂崩れのため通行止めになる。激しい豪雨のため、道路はズタズタとなり通行できるまで数年間の工事が必要とされている。2014年7月白上山地周辺で目撃情報がある日本自家の生態や分布状況を把握し、食害防止につなげるため、林野町は27日、秋田県側の白上山地の世界遺産地域などに監視カメラの設置を始めた。 環境省も協力し、今年度中に、秋田、青森県内に、計64台を設置する。2015年12月環境省や県などで作る、白上山地世界遺産地域連絡会議は8日、白上山地の世界自然遺産地域内の西名屋村で10月13日に、日本自家を確認した、と発表した。自然遺産地域内で日本自家の姿が、 確認されるのは初めてだ。同会議によると、同13日午後1時20分頃、遺産地域内の安門の滝上流付近で自動撮影装置が歩いているオスの日本自家を撮影した。これまで遺産地域周辺での撮影はあったが、地域内での確認は初めてという。また、遺産地域周辺のアジ沢町で今月3日、町職員が 田んぼにいる日本自家を撮影したことも発表した。1997年、白上山地の秋田県側各新地区から、新しい酵母菌、白上小玉酵母が発見される。この酵母菌は、大冷性に優れ、パン生地を長期冷凍保存しても菌が生きている。従って、パン生地をより、長期間冷凍保存できる、発酵力が極めて強い酵母である。このか。 天然感味料のトレハロースを大量に作ることによる独特の甘みや焼いた時の香りの良さなど各種の優れた性質を持っていて現在パン製造に幅広く活用されつつある白神産地は寒冷な気候でほとんど人が入り込まなかったため独自の生態系を保ちこのような菌が、生存競争を勝ち抜き生きてきたと思われる白神産地から さらなる細菌を発見しようとする試みは続いていて、白髪小玉酵母以外にも、低温に強く雑菌をなくす、乳酸菌、サクラク、ササラなど製品化にこぎつけた細菌も出てきている。2010年4月から化粧品メーカーのアルビオンが、白髪産地の植物を活用した、美容成分の研究開発を行う拠点を、藤里町に設置するとの計画がある。 白神山地は東北日本内湖の隆起帯に位置し、現在でも活発に隆起している。この地域の基盤は白亜紀の河口岩や新大山期の堆積岩、寒流岩類である。この堆積岩の内霊岩や欠岩が分布しているところで斜面崩壊や地滑りが多発している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。